君の脳に直接届く妄想のプライムです。流行り神2、小暮編幽霊エレベーター幽霊すげえやっていきましょう。というわけでね、エレベーター調べようと急にエレベーター幽霊に向いた感じでしたね。コールボタンを押し、エレベーターが来るのをじっと待つ。なんか小暮さんだった。その前にまずはエレベーターの扉を調べることにした。エレベーターホールを調べることにした。扉にしてみようか。比較的扉は新しい。他の階のはもっと古ぼけていたような覚えがあるのだが、この階だけ扉を変えたのだろうか。真後ろを振り返ると、そこの部分の壁だけ他とは色が違うことに気づいた。壁の材質が異なるのだ。どうやらそこの一角だけ上から違う板を貼られているようだ。ああ、そういえば自分は思い当たった。散策初日に証拠品保管倉庫で巡回警備の警察官をやり過ごそうとした時に見つけた壁の裂け目。ここはその外側になるのだ。へえ。保管倉庫はフロアの奥にあるような気がしていたが、それは廊下が入り組んでいるためで、実はエレベーターホールのすぐ脇だった。おそらく何らかの事態が生じ、保管倉庫とエレベーターホールの間の壁が崩れたので廊下側から板を張ったのだろう。もっともその板の様子からすると、張ったのは相当昔のように思えた。その時エレベーターがやってきたので壁の探索はそこで終わった。恐る恐る目をやるが、エレベーターは空だった。管理官の手前、あまり臆病な態度を見せることもできず、自分は思い切ってエレベーターに乗り込む。非常停止ボタンを押し、エレベーターが動かないようにする。この時間、他に利用する人はそんなにいるとは思えないので、ちょっとの間だけ止めても構わないだろう。管理官。ええ、そうね。それでは調べましょうか。押す。とは言ったものの、狭いエレベーターなので、大して調べるところもない。上下左右見回してみても、別段変わった点は見受けられない。また空振りか。そう自分が思った時、すごい音、止めているはずのエレベーターがガタンと揺れた。その動きは通常では考えられない動きだった。上下だけでなく、左右にも揺れたからだ。小暮さん大丈夫？はい、自分は大丈夫であり。そう言いかけた時、自分の方に何か冷たいものが落ちてきた。なんだ？と確かめようとするよりも先に、みその管理官の顔がこわばり、目を見開いた。自分は、頬に落ちてきたものを確かめようと指先を撫でる。何とも言えず、ぬるっとした感触が指先から伝わってきた。見ると自分の指先には、真っ赤な血がついていたのだ。自分は思わず叫びそうになったが、必死にこらえ、管理官から差し出されたハンカチで頬を拭った。小暮さん、上を見て。ん？何？そう言われて見上げると、エレベーターの天井にある点検口の一角から、ポツポツと血が滴っていた。管理官。自分が踏み台になるであります。管理官も固い表情で無言でうなずく。これ上見んのめっちゃ怖いけど。大丈夫なの？自分がエレベーターの床に這いつくばると、その背中に管理官が足をかけた。ごめんなさい。しばらく我慢してね。大丈夫であります。この格好のせいで管理官の姿は確認できない。ごそごそ足から伝わる感覚で、どうやら管理官は点検口を外したらしいことが分かった。管理官、何かありましたか？自分が言おうとしたその時だ。自分の鼻先にいきなり何か大きなものが落ちてきた。ああ、何？最初は何か分からなかったが、すぐにフラン死体であることに気づく。うはは。本来であれば叫び声を上げるところだが、あまりの突然の出来事に息が詰まり、それすらできない。自分は詰まる喉で必死に呼吸をしようと試み、意識を保とうとした。すぐ目の前に死体があるにもかかわらず、目をそらすことさえできない。その時だった。何？なーに？死体の閉じられた目が突然開き、自分の目と合ったのだ。洞窟のような、うつろな目。スーッと頭の中に、もやがかかるような感覚を覚える。ああ、意識が、だんだんと遠のいていく。ん？そんな薄れゆく意識の中、自分は、みその管理官の声を聞いたような気がした。やっと見つけた。
本当にごめんなさい。そして、ありがとう。その言葉が自分に向けられたものなのか、そうでないのかを判断することはできなかった。それを最後に、自分の意識は完全に途切れた。どういうことだい？それからが大変だった。自分はエレベーターが止まっていることを不審に思い、このフロアに来てみた人によって発見されたそうだ。その警察官も驚いたことだろう。エレベーターの中に気を失った自分と死体が重なり合って倒れていたのだから。たちまち蜂の巣をつついたような大騒動になり、多くの警察官や鑑識が呼び集められた。自分は自分で事情説明に追われていた。ただ不思議だったのは、どこにも味噌の管理官の姿がなかったことだ。一緒に死体を発見したにもかかわらず、気を失った自分を置いてどこかへ消えたというのだろうか。それでも隠密捜査をしているため、余計な騒動に巻き込まれたくないのかもしれないと思い、自分も味噌の管理官のことには触れないように努めた。一人でエレベーターに乗っていたら、天井から血が垂れてきた。不審に思いエレベーターを止めて調べてみたら、死体が落ちてきた、といった具合だ。ただ一点、死体はかなり古いもので、カラカラに乾ききっており、ミイラ化していたというのだ。腐乱死体などではなく、血が流れるはずがないということだけは指摘された。現に、どこにも血の跡はなかったという。だがそれも、結局自分の思い違いということで片がついた。そう言われてみれば、自分でもそう思えてくるから不思議なものだ。警視庁の方には、乾署の用で来ていたと説明し、一方の乾署には、警視庁捜査一課の佐々木課長の用事で来ていたと電話し、結構綱渡りで嘘が苦手な自分としては胃が痛くなる思いの連続であったが、幸いそれ以上の追及はされず、夜になって自分は解放された。ほっと一息ついたところで、ポケットの中にハンカチが入っていることにふと気がついた。女物のハンカチでほのかにいい香りが漂う。忘れもしない味噌の管理官の香水の匂い。あの時管理官から渡されたまま返していなかったようだ。自分はしばらくの間、ハンカチを手にしたままぼんやりしていた。いろいろなことが起こりすぎて、自分の容量を超えてしまったようだ。何が何だか整理がつかない。そうだ、今日もあの場所に行ってみよう。今日はこのまま会わずに帰ろう。いや、あの場所行ってみよう。なんかね、話せるかもしれないから。そうすれば、また管理官に会えるかもしれない。というか、考えてみたら、それ以外にどこに行けば会えるのか、自分は知らないのだ。電話番号すら聞いていない。時計を見ると、ちょうどいつもの時間が近づいている。自分は早速10階に上がった。何者なんだろうね。でもそんな頻繁にここに入れるってことはやっぱ警察官なのかな。だが暗がりの中を我慢しながらいくら待っても、その晩は味噌の管理官は現れず、自分は仕方なく警視庁を後にした。疲れと睡眠不足が溜まっていたのだろう。朝目を覚ますと、出勤時間はとっくに過ぎていた。第一刻だ。遅くなりました。そう言いながら体当たりするように刑事課のドアを開ける。その途端、待ってましたとばかりに課長の大声が耳を貫いた。バカモン、貴様、たるんどうぞ。オス、申し訳ありません。直立不動で敬礼をするも、そんなことで課長の怒りが収まるわけもない。いくら事情聴取があったとはいえ、ここ最近こんなことばかりじゃないか。オス、わかっているであります。ここのところ、おちおち睡眠もとっていなかったため、仕事でもミスを連発していた。居眠りを咎められたこともある。もういい、お前は倉庫でも片付けてろ。オス、了解であります。その言葉が終わらないうちに、自分は逃げるように刑事課を飛び出した。ああ、母ちゃんの言うように、警察官なんて向いてないのかな。ついついそんな弱気なことを考えながら、自分は資料倉庫へとやってきた。とりあえず、乱雑に置かれたファイルをきちんと整理することにする。心ここにあらずで、ぼんやりしたまま片付けをしていたため、肘をぶつけて、ファイルの束を落としてしまった。やれやれと思いながら腰をかがめ、床のファイルを拾い集める。バサッと開いたファイルに何気なく目をやったとき、自分の手が止まった。見覚えのある文字が目に入ったのだ。味噌のひな子。間違いない。味噌の管理官の名前だ。そのファイルを拾い上げ、改めて目を通す。それはどうやら、乾署管轄内で起きた、誘拐事件の捜査記録らしい。
応援として警視庁から派遣されてきた人のリストに味噌の管理官の名はあった。味噌の管理官が陣頭指揮を取り、見事な手腕を発揮して事件を解決に導いたことが記されている。ん？待てよ。自分はおかしなことに気がついた。日付を見ると、それは今から10年以上も前のものだ。味噌の管理官は、その頃からすでに管理官だったのだろうか。まだ20代半ばのように見えたが、実はもっと年齢がいっていたということだろうか。よくわからない。ああでもない、こうでもない。いろいろな考えが頭の中をぐるぐる渦巻き、自分は混乱してきた。えい、自分は警視庁に電話してみることにした。あれこれ考えるよりも、何か行動を起こす方が自分は得意だ。いくら隠密捜査とはいえ、電話くらいなら許されるだろう。倉庫内の電話を引き寄せる。だが、そこで旗と困った。管理官がどの部署なのか知らないのだ。仕方がないので、まずは受付に電話してみることにした。乾署の小暮巡査であります。そう名乗った自分は、味噌の管理官を呼び出してほしいと告げた。ところが、電話口の警察官からは、怪訝そうな返事が返ってきた。そのようなものはおりませんが、本当でありますか？管理官の数はさほど多くはない。捜査一課で十数人程度だ。念のため他の課も調べてもらったが、やはりどの名簿にも載っていないという。そんなはずないであります。驚きのあまり、思わず電話口の相手に怒鳴りつけてしまう。そう言われましても、対応に困った声で我に返ると、落ち着いて頭の中を整理してみる。このままでは納得できないし、ここは。もっと調べてほしいと頼む、隠密捜査だということを思い直す。まあ、調べずに隠密捜査ってことにしておくか。そうだ、これが隠密捜査だということを考えれば、こういう可能性もあるのではないか。味噌の管理官は、偽名を使って素性を隠している。いや、それは違うだろう。自分はすぐに思い直した。それでは、手元の捜査資料に、味噌の管理官の名前があることの説明がつかない。自分はもっと調べてほしいと、電話の相手に頼んだ。幸いなことに、その警察官は親切な人で、あちこちの部署に電話を入れてくれたようだ。しばらく電話口で待っていると、あ、いました、という声が返ってきた。本当でありますか？ええ、その名の管理官は確かに捜査一課におりました。ですが、ただ、その方が在籍したのは10年前までのことで、今はいらっしゃらないのですよ。どういうことですか？自分は思わず大声を出してしまった。するとその警察官は、これはあまり公にはできない話なんですが、と前置きをして続けた。それがですね、味噌の雛子管理官という方は10年前に失踪して、現在も行方がわからないそうなんですよ。失踪でありますか？はい。ですから、今はもう管理官としては登録されておりません。その警察官が当時を知る捜査一課の刑事から聞いた話では、味噌の管理官は優秀な管理官ではあったが、独自の手法を強引に捜査に取り入れようとして、周囲との軋轢もあったという。そして、とある連続猟奇殺人事件を調査しているときに、突然警視庁内で消息を絶ったというのだ。ちょうど同じ時期に10階で爆発事故があって、それに巻き込まれたのではないかとの観測もあったのですが、結局遺体も見つからなかったそうで、自分の頭が追いついていかない。ならば、自分が会った味噌の管理官は一体誰だというのだ。失踪したと思われていたが、実は生きており、町内で事件を追っているというのか、それとも誰か別人が管理官の名を語っていたのか。思い返せば、向こうからそう名乗ったわけではない。落ちていた警察手帳の名前を見て、自分が勝手にそう思っただけだ。だがいずれにせよ、誰だったのかという謎は残る。自分は、霊すら上の空になりながら、受話器を置いた。すごいね、いろいろ動いてくれたから、お礼言いたかったね。そして、ふらふらした足取りで刑事課へと戻っていった自分を、さらに驚愕の事実が待ち受けていた。昨夜自分が発見した死体を調べていた刑事から電話が入り、告げられたのだ。死体の身元が判明したんで、一応あんたにも知らせておこうと思ってな。味噌の雛子、警視庁の管理官だった女性だ。これには、本当に腰が抜けるかと思ってしまった。もう頭の中が真っ白で、何も考えられない。痺れた頭にそっと、ある一つの考えが入り込んでくる。自分が毎晩会っていた味噌の管理官は、幽霊だったのではあるまいか、本人になりすました別人だったのではないか。まあ、こっちですよね、多分ね。後者の方ですよね。一瞬、味噌の管理官は10年前に死んでおり、
幽霊となって夜な夜な自分の死体を探していた。という怪談話のようなことが頭に浮かんだが、自分はそれを追い払った。だってね、見つかったタイミングでそもそも小暮さんのね、背中に乗ってるわけだし、であと写真を見つ、だから、最初2日目の夜に入ってきた、負け方に入ってきたあの、うつろだめの女の人、あれがみその管理官で、で、多分、偽みその管理官は、あれじゃない、家族とか、なんか関係のある人だったんじゃないかなって思うよね。で、探してたと、みその管理官、行方不明になってるから。そんなことはありえない。だとしたら、自分があの時会っていたのは、そもそもみその管理官ではなかったのではないか。課長、自分は風邪気味なので、早退させていただきます。そう言うなり、刑事課を飛び出す。おい、小暮。バカなことを言うな、お前。自分は、課長のその言葉を最後まで聞くことはなかった。厳しい警察でそんなことできんのかな？どうなんだろうね。エレベーターは復旧していた。湧いてくる様々な干渉には目を向けないようにして、自分は通い慣れた10階へと上がった。証拠品保管倉庫。最初に探索した部屋だ。薄暗いが、昼間なので懐中電灯がいるほどではない。ここには警視庁のいろいろな資料も揃っている。さて、まず調べるのは、10年前の爆発事故について、みそのひな子について。まあ事故について一回調べてみようかな、が繋がってきそうだから。今回の事件に関係ないかもしれないが、一応確かめておくことにした。ね、偽みその管理官がこの爆発事故に関わってたとかありそうだもんね。10年前の8月に、この10階で爆発事故が起きている。爆発源は今自分がいる保管倉庫だ。かなり大規模な爆発だったみたいで、倉庫内はもちろんのこと、壁の一部まで壊れてしまったそうだ。それがあの壊れた場所ってことか。さらには爆風がエレベーターホールを突き抜け、エレベーターの扉まで吹き飛ばしたとか。すごいね。原因は未だ不明。事故なのか、あるいはテロのような事件性があるものかも分かっていない。ただ当時室内には引火するような危険物はなかったという。怪我人は多数出たが、死者はいない。これは正確に言えば、死体が一体も見つからなかったので、そう判断したということらしい。事件当時、室内に誰かいたみたいで、話し声がしていたとの情報もあるが、これは未確認。本当にいたのかどうかも含めて、その人物がどうなったのかも分かっていない。続いて、自分はみそのひな子に関する資料を探し出してきた。担当者別事件録のようなものをめくると、みそのひな子管理官についての記載もあった。それによると、管理官の年齢は、生きていれば当年46歳。若くして管理官に抜擢され、解決した事件も多いが、一方ではかなりの変わり者として知られていたらしい。なぜなら、難事件の捜査にサイコメトリーを導入しようとしていたからだ。当然周囲は反対する。だがみその管理官は、信念を持って反対を押し切り、半ば強引にその手法を導入しようとしていたようだ。おう。具体的に捜査に協力した人物の名もわかっている。原智子というサイコメトラーだ。はあ、そういうことなんじゃないか？さっきの偽管理官は原智子さんだった説かもね。別の管理官が当時手掛けていた連続猟奇殺人事件。遺体の眼球をくり抜き、そこに花を刺すという異常なもの、あれ？の犯人像を絞るために、実際に原明子に協力要請していたことまでわかっている。ただ、それが成功したかどうか。聞いたことある手法ですね。いや、実際に何らかの行為を行ったかどうかすら、はっきりとはしていない。なぜなら、10年前の8月を境に、みその管理官も原智子も、共に行方が知れなくなってしまったからだ。同じ時期に起きた爆発騒ぎとの関連も取り出さされたが、確証もないまま、今日に至っている。そして、資料の巻末に、みその管理官の写真もあった。これは、自分の顔から血が引いていくのが自分でも分かった。おそらく目が点になり、口も開いていたことだろう。しばらく自分が見ているものがうまく脳に繋がらなかった。それほど、その写真は自分の理解を超えていたのだ。